速報。富士がハッシュタグチャンネル R ソングオブザウィークランキングで5位に突如現れた理由とはナンバーアンダーライン I の音楽は静かに、しかし確実に世界中に広がりを見せています。彼らの楽曲は国境や文化の違いを超えて多くの人々の心を掴んでいます。それはまるで雄大な富士山が日本という国土を象徴するように、 彼らの音楽もまた、ナンバーアンダーライン愛という存在を世界に知らしめるシンボルとなっているかのようです。先日発表されたハッシュタグチャンネル R ソングオブザウィークのランキングで、彼らの楽曲、フジが5位にランクインしたというニュースは、日本の音楽ファンにとって大きな喜びであり、誇りと言えるでしょう。SNS 上では、 世界中のファンから祝福と興奮の声が溢れ返っていました。世界中にナンバーアンダーライン愛を知ってほしい。来週は1位を目指そうといった力強いメッセージからは、彼らの音楽が国境を越えて愛されていること、そしてファンとの間に強固な絆が築かれていることがひしひしと伝わってきます。富士はその名の通り、 日本の象徴である富士山をテーマにした楽曲です。雄大な自然を思わせる壮大なメロディー、そして日本語で歌われる歌詞は、日本人にとってどこか懐かしさを感じさせると同時に、力強さ、そして未来への希望を感じさせるものでしょう。海外のファンにとっては、日本語の響きそのものが新鮮に感じられ、そこに込められた力強いメッセージが、 言葉の壁を越えて彼らの心に直接響いているのかもしれません。ナンバーアンダーライン I のメンバーもまた今回のランキング結果を受け、SNS 上で感謝の気持ちを表明しています。彼らはファンからの応援に心から感謝し、さらなる高みを目指して努力を続けることを誓っています。謙虚で誠実な彼らの姿勢は、 多くのファンから支持を得ている理由の一つと言えるでしょう。しかし、彼らの成功は、単に音楽の力だけによるものではありません。SNS の存在もまた、彼らの音楽を世界に広める上で大きく貢献しています。ファン同士が国境を越えてつながり、互いに情報交換をしたり、応援メッセージを送り合ったりすることで、 ナンバーアンダーライン i 愛の音楽は口コミで広がり世界中のより多くの人々に届くようになったのです。これは現代のグローバル社会における音楽と SNS の相乗効果を示す恒例と言えるでしょう。ナンバーアンダーライン i 愛の音楽は私たちに多くの問いを投げかけてくれます。音楽は本当に国境を越えることができるのか グローバル化が加速する現代社会において音楽はどのような役割を担うのか彼らの今後の活動を通してこれらの問いに対する答えを見つけていきたいものです。彼らの音楽に触れることで私たちは音楽の持つ力を改めて実感することができます。それは言葉や文化の違いを超えて人々の心をつなぐ力。 それは希望を与え、勇気を与え、そして未来を切り開く力。ナンバーアンダーライン愛の音楽は私たちに音楽の無限の可能性を改めて教えてくれるのです。彼らの挑戦は始まったばかりです。世界を舞台に活躍するナンバーアンダーライン愛の姿は私たちに夢と希望を与えてくれると同時に音楽の持つ力を改めて認識させてくれます。 彼らの音楽がこれからも世界中の人々に感動と希望を与え続けることを願ってやみません。彼らの音楽を聴きながらあなたはどんな未来を想像するでしょうか彼らの音楽はあなたの人生にどんな影響を与えるでしょうか ?SNS 上では世界中のファンから祝福と興奮の声が溢れ返っていました。世界中にナンバーアンダーライン愛を知ってほしい。 来週は1位を目指そうといった力強いメッセージからは、彼らの音楽が国境を越えて愛されていること、そしてファンとの間に強固な絆が築かれていることがひしひしと伝わってきます。富士が多くの人の心をつかむ理由は、その力強いメッセージ性だけではありません。楽曲を通して表現される日本の美しさ、特に雄大な富士山をテーマにした壮大な世界観は、 日本文化への関心を高めるきっかけにもなっています。海外のファンからは、日本の文化についてもっと知りたい、いつか富士山に登ってみたい、といった声が多数聞かれ、ナンバーアンダーライン I の音楽が、日本文化への関心を高める架け橋としての役割も担っていることが伺えます。もちろん、日本語で歌われる歌詞の意味を理解できないファンもいるでしょう。 しかし、音楽は言葉の壁を超える力を持っています。たとえ歌詞の意味がわからなくても、力強いメロディー、そしてナンバーアンダーライン愛のメンバーが歌に込めた熱い思いは、聞く人の心を揺さぶるに違いありません。実際に SN、SNS 上では、歌詞の意味はわからないけど、なぜか涙が止まらない、彼らの歌声から、たくさんのエネルギーをもらった、といったコメントが、 世界中のファンから寄せられています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーもまた今回のランキング結果を受け、SNS 上で感謝の気持ちを表明しています。彼らはファンからの応援に心から感謝し、さらなる高みを目指して努力を続けることを誓っています。謙虚で誠実な彼らの姿勢は多くのファンから支持を得ている理由の一つと言えるでしょう。しかし、 彼らの成功は、単に音楽の力だけによるものではありません。SNS の存在もまた、彼らの音楽を世界に広める上で大きく貢献しています。ファン同士が国境を越えてつながり、互いに情報交換をしたり、応援メッセージを送り合ったりすることで、ナンバーアンダーライン愛の音楽は口コミで広がり、世界中のより多くの人々に届くようになったのです。 ファンが主体となって翻訳プロジェクトを立ち上げたり、ミュージックビデオのリアクション動画を制作したりするなど、その活動は多岐にわたります。これは、現代のグローバル社会における、音楽と SNS の相乗効果を示す恒例と言えるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、私たちに多くの問いを投げかけてくれます。音楽は本当に国境を越えることができるのか グローバル化が加速する現代社会において音楽はどのような役割を担うのか彼らの今後の活動を通してこれらの問いに対する答えを見つけていきたいものです。彼らの音楽に触れることで私たちは音楽の持つ力を改めて実感することができます。それは言葉や文化の違いを超えて人々の心をつなぐ力。それは希望を与え 勇気を与え、そして未来を切り開く力。ナンバーアンダーラインアイの音楽は、私たちに、音楽の無限の可能性を改めて教えてくれるのです。彼らの挑戦は始まったばかりです。世界を舞台に活躍するナンバーアンダーラインアイの姿は、私たちに夢と希望を与えてくれると同時に、音楽の持つ力を改めて認識させてくれます。彼らの音楽が、 これからも世界中の人々に感動と希望を与え続けることを願ってやみません。彼らの音楽を聴きながらあなたはどんな未来を想像するでしょうか彼らの音楽はあなたの人生にどんな影響を与えるでしょうか